してます。聞こえるかな。今日はね、まあいつものこと近鉄四日市駅に来てくるわけなんですけど、ちょっと、時間がカツカツ迫っとるんで、端的に申し上げますと、まあ、今回ですねちょっと呉に行くことになりましてね、急遽今夜の6時45分なんですよね、夕方の6時45分なんですけど、今からなんと呉に向かおうというわけなんですよね。どんな間に合うんかって、今日中に着くのかって言ったら着くわけなんですね。まああの明日からなんかイベントが始まる、それに間に合えばいいんですけど、ということでね、とりあえず今回ねちょっと弾丸で本当にね2時間ぐらい前に行くの決めましたんで、さあ今から呉に向かおうというわけなんですけど、さあどうしようかなということで、とりあえずね近鉄電車で行けるとこまで行って、そのまんま姫路までとりあえず出て、姫路からどっかに行こうと、とりあえず姫路あたりで一回泊まって、姫路まで行けるんかなこの時間から分かりませんけど、とりあえず行けるところまでずっと西に行って、でそこからまた明日考えようっていうね、相変わらずの、ぶっつけ本番のプランニングですけど、今日雨が降ってますんでね、まあちょっとね本当にねどっかでねゆっくり動画を回せればよかったんですけど、残念ながらねちょっと今駅四日市駅でちょっと、知り合いの方に会いましてちょっと話しとった、結構時間がギリギリあったということでね、さあまあでもやっぱ金曜日の夜です、混んでますね。さあ明日から4連休ということでね、私もね今回4連休ってことなんでね、ちょっとそれもあってちょっと弾丸でさあ広島まで行きましょうということでございますね。でもとりあえずねこの18時59分の特急に乗って何番まで出ましょうと、で何番まで出たらそこからそのまんまもう1個か使ってますんで、そのまんままあ行けるとこまで西に、まあまあ尼崎経由で多分姫路の方行くことになるんでしょう、阪神から使ってね、ということで、ね、まあどうしてとりあえずこれパッと取って買おうと思ったんですよ。駅や車内で不審な荷物を見かけられたらすぐに駅係員。車内に入ってきました。まあ当然、旧型の方ですんでね、でまあ中はすごく混んでましたね。ちょっとここもね、通路ね、結構すれ違ったりするのが大変だったなっていうので、まあちょっと混んでたんで、撮影はあんまりしていません。で、まあ走り出してから撮ってますけど、まあお茶とかはね、旧型なんで、あのテーブルとかないんでね、あのちっちゃいのしかないんで横に置いて、お茶とかここに置いて、まあ充電も、こういうね車両に当たった時のために、こういった、携帯のバッテリーはね、必須ですね。という感じでやってます。雨もすごかったんですけど、ここで、まあ、降りようとしてるんですが、なんか違和感を感じる方は感じるでしょう。あれ、大阪難波駅なのになぜ地上にいるんだこいつはということで、そこから大体本編に入っていきます。鶴橋駅の方にいます。ちょっとね、大阪ナンバーで降りる予定だったんですけど、ちょっと急遽予定変更ですね。実は本当はこれ、あの姫路まで行って、山陽姫路までね、で姫路から、乗り換えてね、広島まで行く予定だったんですよ。でね、私ねちょっと疑ったんですけど、ふーっと見とったらなんか行けそうやなと思ってね思っておったんですけど、どうも最終電車確認してみたら、山陽姫路が帝国通りについて22時48分で、
で、実は最終の新幹線が出るのが22時55分なんですよね。で、あれさ、姫路の駅って、あれなんですよね、姫路の駅って、そう、山陽姫路と姫路って、姫路駅、近くは近くなんですけど、言うてね、そんなね、ちょっとすぐ行ける、ね、距離でもないはずなんで、私、1回で聞いたことあるんですけどね、ここ。他にね、乗り換えて切符買ってね、まあね、まあ、あと EX 使うにしてもですよ、うん、ね、大変じゃないですか。ってことでね、ちょっと、まだ山陽姫路までね、乗り入れするのはまた後日やるとして、ちょっと今回はですね、ちょっと、このまま乗り換えて、新大阪からね、もう無難にって言われたら無難にですけどね、ちょっと新幹線で、広島まで向かっておこうと思います。ってことでね、鶴橋で、ね、急遽降りましたと。流れるでもやっぱすごいですね。バンバカバンバカ来ますね、鶴橋は。でね、鶴橋乗り換えだとちょっと時間があるんで、せっかくならちょっと鶴橋の駅ね、見ていこうと思いますよ。